どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はヒーローデッキだ。新パックにて、新パックの目玉ですね、ファリス、エレメンタルヒーローファリス。 OCG でも無限に強い、結構新しいカードなんですけど、これ、ね、強いんだよな。これを使ってね、今日は OCG バリのヒーローの展開力見せていきたいなと思います。で、今回の対戦が結構特殊で、生放送僕なの7時間くらいやったんですけど、今日7時間の生放送中に公開収録みたいな形でやったので、ちょっとね、なんかいつもと若干違うかもしれませんが、ご了承ください。で、デッキ的にはですね、何したいかっていうとですね、ファリスとエアーマーを揃えたいんですよ。めちゃくちゃ強くて、ファリスの効果を説明しておくと、手札からこのカード以外のヒーローモンスターを1体捨てると特殊召喚ができますと。で、レベル5です。まあ、だから通常召喚結構難しいんですよね。で、このカードが、召喚特殊召喚に成功した場合、デッキからビジョンヒーローファリス以外の、自身以外のビジョンヒーローモンスター1体を永続トラップカード扱いで魔法トラップゾーンに置きますよという効果がついてるんですが、これで、インクリースを置くんですね。で、インクリースっていうのは、場のヒーローを永続トラップカード扱いとして置かれてる場合ね、ヒーローを、リリースすると自身を特殊召喚できると。で、こいつが特殊召喚に成功するとデッキからレベル4以下のビジョンヒーローモンスター1体特殊召喚するっていう、ほんとパワーしかないんですよこのカード。で、なんと何が出せるかっていうと、バイオンが出せるんですね。で、バイオンが、もちろんね、ここ、OCG だともうちょっと違う動きできるんですけど、バイオンで、特殊召喚して、で、融合をサーチしたりとか、ファリス除外すれば融合の、そのコスト、もちろんコストが稼げるんで、これがね、めちゃくちゃ強い。だから、鉄板ムーブは、ファリスでヒーローを捨てて、特殊召喚インクリース置く、インクリース効果ファリスリリースして、バイオン特殊召喚、バイオン効果で融合サーチという。それがもう、召喚権を使わずに、モンスターが2体並ぶんですよ、ヒーローの。これはね、無限に強いの。本当に強い。で、これにね、なんとですね、召喚権使っていないという観点から、エアーマンが絡まった場合、エアーマンって他のヒーローがいるとさ、魔法トラップ破壊できたりとか、あとヒーローを加えたりできるじゃん。で、エアーマンがファリスのその2体展開の後に出せると、エアーマンで魔法トラップを、2枚まで選んで破壊するか、もしくは、これ持ってきて、ブルーディー持ってきて、3体リリースでブルーディーとかできるんですよ。やばいんですよね、これ、この動き。めちゃくちゃ強いんですよ。で、これを今日やっていくっていうデッキになりますね。だからエアーマンとファリス3-3は俺必須級やと思う。マジで強いから。ちょっとコストいるんでね、若干そのリンクスだと4枚しか手がないっていうのがあるんで、ちょっと若干あれなんですけども。で、それをカバーするためには、じゃあどうすればいいかっていうと、ヘビースターターっていうね、このスキル、このスキルがレベル5以上のモンスターが3種類以上、デッキに入っていると、入りやすくなるってことで、結構2枚とか来るんですよ。詳細を、スキルの詳細見たい方は、ディスコード見ていただければと思うんですが、なので、結構ね、ファリスと、ショッカーとか、ファリスと、ブルディとか、結構出るんですよね、手札に。なんで、それを使って、ファリスを特殊召喚していくと。でね、なんだかんだ召喚権使わないで、2枚、2体モンスター出せるんで、ショッカーが強いんですよ。結局、罠環境結構なんで、今まだ全然罠が強いんで、マジショッカーで完封できる試合とか結構あるんですよ。だからショッカーは入れとく。なんかなんなら主役はハゲっていう、主役はリーブ21っていうまである。で、あとの魔法トラップカードは結構その防御札とかバック除去カード。結局やっぱワンキルしていくデッキになるんですよね。この辺とかでワンキルしていくデッキになるんで、なんでバック除去はあった方がいいですね、コズミックサイクロンは。で、あと局所でもいいんだけど、結局やっぱね、めぐるの方がなんかなんだかんだこう応用が効くから強いと思うんで、めぐるの方が俺は強いと思う。局所でもいいと思うけど、一応そうすると一発屋になっちゃうね、結構。で、マスクチェンジで、風とか闇を、暗鬼に変えたり、この、ブラストに変えたりとかして戦っていくっていう感じですね。そんなところかな。それでは早速ね、新ヒーローの力見せていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、ジャック・アトラス選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。最強ターン終了。光の速度でターン終了。勝った、勝ち、こんなの勝ちだよ。予想外？何これ？
何だっけ、勝ちだよこんなの、勝ったもんこれ。何これ、ミストライドの平板、魔法使い誰、どういうこと、あ、なるほど、召喚ジェネスコードだ、何これ、何のデッキこれ、何のデッキや、何のデッキや、誰や、ミストバレーの雷神器誰、お前誰や。一旦一度このカード以外の自分フィード上のカードを一番選択して、選択した自分のカードをもう一度種類に戻し、このカードの攻撃を単種類まで500ポイントアップすると、あげたんだ、へえ、強い、めっちゃ強い、それはめっちゃ強い、どうしよう、待ったな、どう、小塚打てねえな、もう、まあこれはもう魂でパリス出すしかないね、でパリス、パリス特集、ああでパリス効果発動で距離、あっ考えます、考えます、考えまーす。考えろ。グダ。マスクだ。マスクして先。でこれでリリースだ。え、もう一枚あるの、デモンチェーンないよね、これのチェーンは多分あれだ、あのこいつのフリーチェーンだ、ミストバレーの雷神器のフリーチェーンで、インクリースでさ、これさエアーマン召喚してで魔法トラップ破壊だ、こうじゃない、さあ選んで破壊ですよ、選んで破壊が飛んできますよ、まあ、戻して、はいはいはい、で打点アップしていく、あ、でも打点アップされたら超えられない、まずい、ミスったかこれやばい、打点アップされると超えられないぞ、やばいことが起きた、待て、冷静に考えろ、打点アップされると超えられないぞ、なんだこのモンスターは、なんか謎に強いぞ、なんで2800超えてくんだ簡単に、おかしいな、おかしい、おかしいことが起きてるな、おかしいことが起きてるな、あ、でもこれでインクリースで、わかった、インクリースでこれでエアーマンリリースだ、でインクリース特殊召喚だ、来たわこれで、インクリース効果で神だ、やはりこのゲームは神ゲーだった、いけ、バイオンの効果発動、ファリスをゲームから除外し、俺は地下融合を手札に加えるぜ、そして手札より地下融合の効果発動、フィールド上のヒーローモンスターの魂を墓地に送り、現れよビジョンヒーローアドレーション、カッコなんかめっちゃ課金したらプレミアムカッコが出ました、そしてビジョンヒーローアドレーションの効果発動、相手のフィールドのモンスター一体を選択し自分のヒーローの攻撃力分下げていく、バトルいっけー、うおーうおー、対戦ありがとうございました、強すぎー、これは遊戯王がうまい、運命はすでに消している、バランス、バランス、ブラックマジシャンかな、バランスドラマジ系の、光のターンエンド、光のターンエンドしていく光のターンエンドマジ笑うね、でもね光のターンエンドマジ笑う、エアーさん持ってないの、うわアロマガーデン強え、アロマガーデン最強だわ、アロマガーデン最強説、アロマガーデンは最強マジで、はい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 、オッケーオッケー、あ、オッケー、あ、オッケー、そこまでは了承、ドロー、あ、オッケー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 、落ち着いて、一回落ち着いて、いろいろできるよ、いろいろできるよ、まあ、とりあえずファリスは交換する
ファーレスの効果でインクリースリリースして、いやこれマジでさ、やってること結構これ OCG じゃない、これやってることマジで OCG なんだよな。乾きの風、乾いていく風が、乾いた風を絡ませて、ファーレス効果、おう恵みの風。で、回復するんだよね、これね、確か。で、インクリース、はい、大丈夫、インクリースはフリーチェーン、大丈夫大丈夫、インクリースはフリーチェーンだから、よっけ、うまい、これはうまい、インクリースのフリーチェーンが生きていく。さあ、これでインクリース効果発動していく。そしてバイオンを特殊召喚で、バイオンの効果発動、バイオンの効果によってファリスを墓地の敵、そして、バイオンの効果発動、現在は忙しい、これは難しいですね。まあ融合か、融合か、地下融合でいい気がするな、地下融合くせえな。でこれでエアーマン召喚してバック剥がしていくっていうパターンなんじゃねえか。恵みの風、まずアロマガーデンはクソめんどいから、これは多分剥がさないといけなくて、で乾きの風も剥がさないといけなくて、まあ、とりあえずこの魔法カードを割りたいからエアーは召喚は確定じゃない。でエアー召喚は確定で、まずこのガーデンは絶対破壊してガーデニングか。で恵みの風か乾きの風どっちかって言われると、乾きの方がやっぱめんどくさいから、これは別にどうでもいい。今は特殊召喚か、どうでもいい別に。これは乾きの方が嫌だ、じゃあ乾きだ。特殊召喚は別にどうでもいい。で地間融合発動して、これディスティニードローかな、じゃない、じゃない、なかったよね、バランスだったよね、バランスだった、バランスやったら地間融合して、で5000で殴ってマスクできれば勝ちだったんだけど、それができないからアドレーションだ。こことここでこうだね。でアドレーション効果使って打点を1800下げる。でバトルしていこう、こちらガーデン効果でひたすらに無限に回復されて、ひたすらに無限に回復されて、でターンを終了していく。オッケー、まあこれは最善だったんじゃない、多分だけど、そんな簡単になんか返せない場面だと思ってるな。アロマガーデニング、毎回ガーデニング外すのやめろ毎回ガーデニングを外すのやめろ、強いんだよそのカード、そのカード強いんだよな、マジ。エアーマン、これデッキトップエアーマンで解決だ、トップエアーマン、トップエアーマンが、まあコツさえでもいける、多分コツでもワンチャンある。バランスってことは多分ガーデンとガーデニングがいっぱい入ってるから多分かぶってるはずなんだよ。いや強いな、癖あんのか、癖ありか、癖あり、癖あり、癖あり、めぐっていう戦い、なるほど。いやこれはショッカーくせえけどな、待て、こいつを攻撃宣言するとアロマガーデニングが飛んできるのか、ショッカーでトラップ無効にすると、ショッカーでトラップ無効にするのあれだな、ショッカーで一回トラップ無効にしよう、なんかもう黙ってろ黙ってろっていう状態にしよう、もうトラップ無効全てをでセットして、で殴るとアロマガーデニングの効果が発動するので、これはターンエンドだ、こうだ、ほぼ OCG の動きなんだこれアロマって、なるほどな、ほぼ OCG の動きはかなりむずい。だとしたらアドバンス召喚オッケー、ガーデニング効果で打点アップはオッケー、で1000回復でベルガモット効果で3000よくなっていく、オッケー、
でガーデン効果、はい回復、はい強い、オッケー、ダメして、オッケー、オッケー、で、押して、当て下げて、返り討ちにしていく、オッケー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 、で、あとはマジでトップエアマン、ガチでトップエアマン、エアマン来い、俺の右手が光ってうなる、お前を倒せと、輝き叫ぶ、シャイニングドロー、と。オーライ しゃ、え、何のチェーンこれ、そしてこれ何のチェーンがあんの、魔法カードってこと、バトル強い、俺いけ、ハゲ、ハゲチャビンリーブ21アタック、あーアンゼリカ、まあ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 回復はいい、オッケー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 、かなり完封してる、これショッカーがガチで強い、ショッカー最強説、これは結構持ってってると思うよ俺、どうなんこれ、どうなん、マジでエアーマン来い、そしてエアーマン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 頼む、エアーマン頼む、マジで来た、エアーマン来た、最強だ、エアー召喚、エアー召喚して、これは魔法トラップ割る方の効果、割る方の効果使い、普通は多分トラップだからアロマガーデンは返していこう、こうだ、で吸収したら意味なくなるからバトルだ、こうだ、神ゲーだ、神ゲーだった、神ゲーやった、うわーシュー、新パック最強はアルマじゃないです、ヒーローです、対戦ありがとうございました。